はい、あきらです。これホンダの N1RS6MT ですね。まあ、買ってまだ1ヶ月経ってないんでね、ドライビングポジションですね、運転のシート位置だとか角度だとかね、あんまり慣れてなかったんですけども、だいたい結構落ち着いてきましたね。これテレスコがないんでね、今一つ自由度がないということで、まあ散々文句も言ってたんですけども、まあ慣れれば別にこれでどうってことないかなっていうぐらいなところには落ち着きましたね。やっぱりね、私身長がね無駄に背高くて183センチあるんで、シートあんまり前出すとこう膝がここに当たっちゃうんですね。ね、試乗動画とか見てるとね、見ててね、この辺余裕があってちゃんと腕も使う、余裕持ってハンドル持ってる人見るとね、羨ましく思いますね。でね、まあシートバッグあんまり寝かすとやっぱりハンドル遠くなっちゃうんでね、結構立ててるんですけども。まあ、これ以上立てるとね、ヘッドレストが後頭部に当たって前に押してくるような感じになっちゃうんで、ギリギリのところで、やってるんですけども、後頭部とヘッドレストはね、あんまり距離空けない方がいいっていう追突された時のね、被害軽減の意味からも、まあ完全に密着するとうざいんだけども、まあ、ちょっと触るぐらいになってますね、今はね。これ角度は調整できないんだよね、ヘッドレストのね。まあ、だから今のこの状態でね、ギリギリ前で出して、まあ、なんとか肩にシートバッグを肩に密着させた状態で上の方をつかめるっていうね、状態にはなってますね。ただ本当はこれね、上の方を掴むときにピンと伸びちゃいけないんだよね。多少余裕を持って掴めるようにしたいところなんだけども、まあそうはいかないっていうところですね。ね、シフト操作もね、これ以上下がるとちょっと腕が伸びきっちゃうんで厳しいっていうところですね。まあこれ普通に、ま、ハンドル持つとちょうどね、腕にも余裕があって多少余裕があるっていう感じで、まあ悪くないっていう感じですね。まあポジションがアップライトね、これ割と背が高い車だからシート位置もね床に対して高いんで、まあこんなもんでしょうという、シートを前に出してもねそんなに変な感じにはなんない、体育座りみたいにはなんないんで、まあ、いいかなっていうところですね。昔のね、私が免許取った頃の大衆車っていうとね、カローラとかサニーとかあったんですけども、その頃の車はね、そういうのに乗るとねやっぱ腕伸びきるってね、まともな運転姿勢は取れなかったんですね。でちゃんとハンドル持とうとするとね、やっぱりシートを思いっきり前に出さなきゃいけなくてね、何のためのねシートスライドだっていう感じになってたんだけども、まあ、当時の車はねテレスコなんかもちろんなくて、まあ、チルトも、まあ、当時あんまりなかった高級車ぐらいしかなかった感じだったんですね。まあ、それを思うとねこの車は割と楽に乗れると思いますけどもね、これでもね、まあこのアップライトに座るっていうのもメリットになってるんでしょうね、きっとね。あとねちょっとこのクラッチペダル、まあ左足をね置くところがないっていうね、フットレストができないんですね。おそらくねこうペダルの横のところ少し高くなっているところがあるんで、そこを幅広くすればねフットレストになるのかなっていう感じはするんだけども、そうするとね足の幅は広いっていうかね、ペダル踏む位置によってはねそこに当たっちゃって
ペダルを踏み込めないっていう風になっちゃう恐れがあるんで、まあおそらくメーカーとしてもね、つけられなかったんだろうなっていう感じですね。まあ、これ自作で自己責任だったら、まあ、ちょっとなんかその脇に台かなんかを路面テープでつければね、フットレストになるのかなっていう感じはしてんだけども、やってみようかなと思いますね。まあそんなことを考えながら、まあちょっとまあ近所のちょい乗りには非常に便利に使ってますね。あとね、ヒートシーターね、こうついてて、こういう冬場になるとやっぱりありがたいですね。まあこんなもんよりテレスをつけろと言ったんですけども、あったらあったでね、なかなかいいもんですね。ということで、まあうん、まあしょうもない雑談でした。これまだあまりね、この車で遠出とかね、ワインディングとかあまり走れてないんで、うん、まあ近いうちに遠出したいなとは思ってるんですけども、なかなかというとこですね。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。